はい、伊予正人です。今回はね、またしても、激レア防火水槽シリーズ第4弾になります。まあ紹介するのはこれ5回目なんですけども、まあ第4弾としてお送りしたいと思います。ここはね、久世工業団地なんですけども、実はこの久世工業団地のこの通りにはもう一つ激レア防火水槽があります。それを今からね、紹介したいと思います。もうちょっとね、すでに映ってるかと思いますけども、この右側を移動させて大きくします。これです。これファイアスターンとは書いてありません。でましてや赤枠の白文字でもありません。なんとね、この防火水槽の看板、白枠に黒文字で書いてある、とてもとても珍しい防火水槽の看板でございます。これサンフレーム社の敷地内にあるところにある看板なんですけども、この会社ができた時点にもう看板が設置 してあるかと思われます。まあ歴史的にはまあ短いんかなという感じなんですね。さっきこの前 の第1弾でお送りしました、防火槽 の看板はものすごく古かったですからね。あれは昭和時代の看板でしたから、こちらの方はもう完全に平成の時にね、気づかれた看板ですね。まあこの会社自体もね、ここに気づかれて、まあもうちょっと僕も分かりませんけども、まあ設ここに建てられた 当初からの看板でございますね。てなわけで、今回の動画もここまでございます。こんな激レアもめったに見れませんね。まあ全国どこを探しても、まあ数超希少な防火水槽看板でございます。ということで本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。